はい、こんにちは。今日はですね、フロントラインから出ます、ベイトフィネスのロッド、これですね。はい、これを使って、ホッコでまずちょっと数釣りで調子を見ながら、できればちょっとでかいと、そうですね、はい、大きいのも取りたいですね。取りたいってことで、どれぐらいの感度とフィーリングとかパワーがあるか、試してみたいと思います。はい、じゃあやりますか。はい、はい、やりましょう。あれの岩の延長線上が魚礁が、多分あの人が、赤い船の人が入ってるところがちょうど角ぐらいですか。東角で、あそこから氷炭型にもうちょい黄色い船側に伸びてると思うんで、でそっから V のちょっと大きいぐらいまでありましたよね。 V の手前手前ぐらいでしたかな。ちょっとこっからだと判断しにくいんですけど、釣りながら魚礁を把握していくしかないですね、はい、だいたい氷炭型の魚礁で、今風がどっちだろう、向こうから吹いてるんで、これベイトですか。これベイトが巻くのがこっち側ですね。あ、そうやね、ベイトやね。今そのベイトが左側に固まってる映像が小魚の群れで、分かりやすい判断としてベイトの群れの後ろですね、ちょっと 棒状に一直線になってるやつ、それが追っかけてるバスだっていう風に判断した方が釣りやすいですね。でそういうバスっていうのは絶えずベイトを、追っかけてるんで食いやすいっていう状況になります。今 魚探の映像ではフラットで上にベイトが映って、バスっぽい映像が映ってたんですけど、今は魚礁の付近のフラットを狙ってるんですけど、そういうフラットに映る魚っていうのは魚礁から出てきて食いに来てる魚なんで、割と狙いやすい魚になるんですね。で魚礁本体についてるやつっていうのは割とプレッシャーかかってたりシビアな状態なんで、じっくり狙わないと釣れないっていう魚が多いですね。分かったかな。あったあった、クで来た来た来た、なんか当たったね。こまこまこまごま系ですね。岡田さんの言った通りです。小さいバス系がついてるんですよね、後ろに。そうですね、こういうバスがベイトのところについてるんでね。曲がりしてますね。わ、このリール最高やわ。普通こういうぐらいの抵抗でドラッグ効かへんしね、あんまり。おお、あ、ワームが。なんぼでも釣れますね、こういうやつやったら。え、このサイズでもこんな歯ガチガチなん、最近のバスって。ガチガチ危険やで。そしてワームはタモでランディング。ああよかった。貴重な。食べた食べた、いくよいくよいくよ、シェイクね、いくよ、食った食った。あ、それでかそう。いや、サイズ良さそう。そんなんっす、そんなんかった。うわ、ワームが落ちた。ワームが落ちた。え、救出ですか、ワーム。ハンドランディングか。いやー、ちっちゃい。このさ、当たりよう分かんない、やっぱ。分かりますね。こつってくるもん。はい、今からですね、バンカーバスター3インチ、ワームの形状としては、ストレートのワームで尻尾が細くなってるピンテールっぽいワームですね。で真ん中に、丸い穴が開いてて、空気をホールドするような感じで、泡が出るような仕組みになってるワームになってます。ではですね、水中のどんな動きになってるかっていうのを水面直下なんですけど映像を撮ってみたいと思います。ですね、まずはストレートの棒引きですね。どんな感じになってるかっていうと、細いピンテールの部分が、普通に棒引きしてるだけでピロ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 細かく微波動を起こすワームの仕組みになってます。この微波動っていうのがすごく大事で、小魚が出す波動っていうのは微波動なんで、結構こんな感じでいい感じになってると思います。
一定にシェイクを続けると真ん中から尻尾の部分だけが振動が伝わって上アームが揺れる。これまたベイトがキラ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 、ヒラを打ってるような感じでキラ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 、この波動がまたバスの側線に伝わって釣れやすいと、そういう感じですね。リーダーはなしですね。今は、8ポンドの、フロロカーボンのラインで、竿は、フロントラインのプロトの、64ML ですね、という竿で、スパイラルガイドの竿でやってます。あ、これなんだろう、ちっちゃいギルっぽいバスだったいやあ、こんなんでこっち側に多分ベイトはたまって、そっち側ですか、 ここら辺、その吉尾寄りの向こうからの波なんで、水流がこう巻いてくると思うんで、弱い魚は下側ですね、魚礁に対しての下側のフラット側にベイトが映り込んでくるはずですね。決して風上側にベイトは弱い魚っていうのはいかない。はい、カメラさん食いました、行きます。お、ヤマさんと一緒のサイズかな一緒のサイズですねおー、走る、いい曲がりしてます。ワームの位置を見とかんと、あそこに、あ、ワームの位置大事ですね、取りに行かない、はい、当たった、こっちも食いましたよ、よし、ワーム返してくれ、つい、ああよかった、ワームついてこんなんすね兄と弟ですねハードボトムで2時半車まで出てるのがこれが魚礁です。で、この周りにこうやって映るのがバスだったり小魚だったりするわけですね。で、これはもうまた魚礁に入ったんですけど、魚礁の上にこれが出てるのは泡がこうやって、魚探にこういう感じで上に伸びてる、上に伸びてるやつがこれが泡なんですね。だからベイトと色は全く違うようにこれは撮ると思うんですけど、これはベイトなんだけど、これは泡の。こっち側ってそこ岩盤なんですね。岩盤ロックですね。あ、来たよ、来たよ、来たよ。いや。どうか。さっきぐらい。ちょっと兄貴。ちょっと兄貴来た。ラブ撮る。なんて綺麗なバスなんだ。素晴らしいレイクだよここは。小兄貴。ちょっとサイズいいですか？さっきより。そんなことないから。あ、今のところ強一じゃないですか。そんなにちょい兄貴わかりますか、さっき釣ったよりも腹がだんだんぽってりぽってりしてくるんですね。こういう感じなんですね。もうフォーで食ってた今もう一個持ってる、何やこれ、タイヤ沖島台って言って、これね、あの末端価格にしてね、キロ8000円ぐらいするんですよ。沖島台ってね、これすごいんですよ。オレンジベリー、ややこの人が大好きなオレンジはどこから来てます、オレンジベリー、オレンジは来てます、沖島台。この竿すごいわ、この時に当たり出てたもん全部。
そやろ、クンクンって来てるやろ。ほら、おお。どうすか、どうすか、どうすか。あー、切れた、切れた、今お母さん食い上げてきてますわ。食い上げてきとるね。ホールで全部食ってくる。この東風のタイミングで、ほら、宮川さん、あれ、こういう状況が一番大事なんですよ。この地合いね。うん。あの鳥さ、あのトンビ、俺ここでパン何回も食っとったんやけど、上チャーンっていきなりパンなくなって、パン用取られますよね。パン用取るんですよ。来たね。おお。もう入れぐやで、なおさん調子出てきましたいやだって真下に映ってんすもん、バスでいっぱい滑走漁船じゃん。カメラさん、ヒップ曲がって取る、スイープいやー、こんなんすわ。だん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 でもようなってきとるね。だんだんちょっこっとずつやけど、だん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 、これももうお腹がこってーってなってきてるね。別にこのトリガーレスでも違和感ないですね。あ、ないですか。うん、シェイクするんやったらそっちの方がいいかな。シェイクするんだとやりやすいですね。分かった分かった分かった、いくよいくよいくよ、持ってっとる持ってっとる。お、入れ食いです。おー、取ったんじゃ。あ、ちょっとサイズが上がってる。ダメか、だん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 スイッチが入ってくるんですね。こうやって、あ、40ぐらいあるんじゃない。で、割とドラグを緩めに設定して、すみません。はい、ありがとうございます。サイズが上がってきた。サイズが上がってきました。食いまくってますね。僕はフラット側の魚礁の周りのフラット側に出とるやつをどん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 狙ってきます。連発、よい、スイ。ちょっとでかいの狙いでサイズアップを狙って、バンカーバスターの5インチスリムですね、ワッキーダウンショットでやってみたいと思います。おー、一人やん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 、できたね、バスカー。バスリーは地合いで釣るもんやない、テクニックで釣るもんや。